新人くん、この会社は厳しいからな。しっかり頼むよ。どこの部署かは知らないが、たっぷり残業も頼むからな。はっはっは。同期に勤める俺が調査で訪れた企業。そこの課長が何も知らずに俺にそう言った。しかし彼が俺のことを知らないのと同じで、俺も知らなかったのだ。彼がどんな人間で、どんな仕事ぶりをしているのかを、そして本当の問題がどこにあるのかを。俺は渡辺匠、労働基準監督署、いわゆる労基というところに勤めている30歳だ。この度、とある企業についての通報があったため、俺は調査のためにその企業に赴くことになった。労働基準監督署とは、企業が労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働保険法といった労働関係法令を守って運営するように監督する機関のことである。労働条件の確認や改善指導、安全衛生の指導、労働者や雇用者からの相談対応などを行ったり、労災保険給付の事務手続きを担うなど、その職務は多岐にわたっている。簡単に言えば、違法な長時間労働を取り締まったり、不当解雇がないかどうかの調査をしたり、残業代や退職金の未払い、有給所得を認めないことや、労災防止措置を行わないことを取り締まるなど、そんなところだ。労働者の健康診断を行わないことや、労災を隠すことも違法であり、それを調査して取り締まることもある。つまり、労働基準監督署は、労働者の味方であり、厚生労働省が管轄する、最も現場に近い機関なのだ。何かあったら労基に相談、そう思っている人も多いだろうが、まさにそういう場所なのだ。俺はその中でも、通報があった企業に赴いて、調査をすることを担当していた。今回調査に伺う企業の社長には、あらかじめ今回の調査について、ざっくりと説明をして、現場に入ることを了承してもらっていた。木村光太郎と申します。この度はご迷惑をおかけして申し訳ございません。よろしくお願いいたします。どうやら木村社長は最近就任したばかりのよう。社長とは思えないほどの気の弱さが目立ち、俺相手にもペコペコと何度も頭を下げていて困ってしまう。労働基準監督署から参りました。渡辺匠と申します。こちらこそよろしくお願いいたします。早速ですが、今回通報いただいたことに何か心当たりはございますか？いえ、それが全く。通報されるようなことはないと思っておりまして、今回このようなことになって大変驚いている次第です。そうでしたか。わかりました。では、私の方で詳しく調査させていただきますね。よろしくお願いいたします。腰の低すぎる社長に恐縮しながらも、社長の案内で、まず社内を見て回ることになった。明るくて広いですね。ええ、先代が建てたオフィスなのですが、明るさと開放感を大切にしております。風通しの良い職場といえばいいでしょうか。なるほどですね。わかります。とても開放的で素敵なオフィスだと思います。ありがとうございます。そんな話をしていると、営業部の文字が見えてきた。こちらが営業一課のフロアです。少し見て回ってもいいですか？もちろんです。社長に断りを入れてフロアに立ち入ると、そこにいた体育会系を体現するような印象の男性が木村社長に気づき、立ち上がりこちらに歩いてきた。社長、お疲れ様です。大島課長、お疲れ様です。そちらの方は中途の新人ですか？まあそんなところです。渡辺と申します。よろしくお願いいたします。営業一課課長をしている大島と申します。渡辺君、よろしく。差し出された右手を見て、俺も右手を出す。がっしりと交わした握手は力が強すぎて手が痛いくらいだ。見たところ体格もよく、手も大きい。遠目から見るよりも大きく感じた。新人くん、この会社は厳しいからな。しっかり頼むよ。どこの部署かは知らないが、たっぷり残業も頼むからな。
大島課長はそう言いながら俺の背中を軽く叩き、大声で笑いながら自席に戻り仕事を再開する。たっぷり残業か。その言葉に少し引っかかったものの、それだけでは何も実態がわからないため様子見することに。俺の横では俺たちの様子を伺っていた木村社長がガタガタと震えているようだった。こういうことが通報される原因でしょうか。ご安心ください。今の言葉だけではまだ何もわかりません。はい、いえ、すみません。大丈夫ですよ。次に行きましょう。はい。うなずいた木村社長とともに営業一課を後にした。あとは役員フロアと地下に資料関係の部屋がありますが、主に社員が働くスペースは以上です。そうですか。その後も社内をしばらく見て回ったものの、特に是正勧告を出さなければいけないような事実はないように見受けられた。どうでしょうか。今のところは通報されるようなことはなさそうですね。ですよね。でもじゃあどうしてそちらに通報が。木村社長も困惑している。少し考えて、先ほどの大島課長の言う残業の実態も気になります。定時を過ぎてからも調査を続行してもよろしいですか。あ、はい、もちろんです。木村社長もお忙しいでしょうから、定時後は私だけで回りますのでご安心ください。はあ、でも。大丈夫です。少し見て回るだけですから。わかりました、よろしくお願いします。少し落ち着いたのか、木村社長にもうっすらと笑顔が見えて俺も安心していた。しかしそんな時に廊下の隅の方で何やら話し声が聞こえて、そちらに近寄っていく。何、またか。その困ったような声の持ち主は大島課長だった。お願いしますよ。大島課長の前にいるのはおそらく営業一課に所属している課長の部下であろう。だいぶ若いようだが、スーツのポケットに手を突っ込みながら話を聞いているようで、上司に対する態度としてはいささか問題がありそうなもの。大島課長はそんな部下を相手に非常に困惑している様子だった。しかし名取君、君は一昨日も有給を取得しているじゃないか。そうですけど、明日は本当に休まなきゃいけないんです。そんなに大切な用事があるのか。有給って理由関係なく取得できるんですよね。上司に理由まで報告しなきゃいけないんですか。そういうわけではないが、あまりにも君が休むからどんなものか気になってね。別に気にしてくれなくて大丈夫ですよ。それでも絶対に言わなきゃいけないって言うなら。そうですね、老期に確認してもいいんですよ。老期ってお前な。名取と呼ばれた部下は随分強気で休暇の交渉をしているらしい。その態度は見ていて大島課長がかわいそうになるほどのもの。あんな風に老期の名前を出されては大島課長は何も言えなくなってしまうのではないだろうか。案の定、大島課長は深いため息をつき、休暇の理由を聞くのはやめたようだった。わかった。そこまで言うなら理由を聞くのはやめておいてやる。だけど、それなら先日君にお願いしたデータ整理はどうなってる？明日までに提出と頼んだはずだが、終わっているのか？それは、まだ終わってません。まあ、今日残業すれば終わるとは思いますけど。そうか。じゃあ残って終わらせてから帰ってくれ。え？本気で言ってます？何がだ？課長が知らないわけないと思いますけど、残業の強要は違法な事例に当たりますよね。あのな、そうは言っても期限は長めに設定しておいたし、一昨日も休まなかったら十分間に合っていただろう。給料を会社からもらっている以上、しっかり働いてもらわないと困るんだよ。残業を強要してるんじゃなくて、ちゃんと仕事を終わらせてくれって頼んでるんだ。何ですか？俺が仕事してないって言うんですか？何を見てそう判断したんですか？証拠はあるんですか？
ナトリ君、頼むよ。少しは自分で考えてみてくれ。何をですか？俺は考えた上で有給を申請したんです。だからそうじゃなくて、とにかく明日は俺は有給取りますから、仕方ないので終わってないあのデータ整理は定時までは進めます。じゃあ失礼します。そう叫んで名取はその場を去っていく。残された大島課長は深いため息をつきながら、そう言ってどうせ俺に全部丸投げするんだろうが、とつぶやいて部署に戻っていった。俺は二人の会話を聞いて頭を抱えてしまう。隣では木村社長もため息をついていた。確かに労働基準監督署は労働者の味方です。しかしそれを盾にしてああやって権利だけを主張する人がいるのも事実ですよね。ええ、知りませんでした。お恥ずかしいです。大島課長、大丈夫でしょうか？大島課長が気の毒に感じてしまった。その後名取は本当に定時で帰ってしまったらしい。予想通りと言うべきか、任せていた仕事は終わっていなかったそうだ。たまらず俺は大島課長のもとへ行き話を聞く。大島課長。ん？ああ、君は朝会った新人の。そう、渡辺君。名前覚えていてくださったんですね。光栄です。いやいや、職業柄人の名前はすぐ覚えるのが癖になってるんだ。そうでしたか。営業マンですもんね。大島課長のデスクを見ると、山のような資料やファイルの数。このフロアにはすでに大島課長の他には誰もおらず、この寮の仕事を一人で裁こうとしているのかと思うと、身震いしそうになる。大島課長、まだこんなにお仕事か？そうなんだよ。みんなを先に返したのはいいんだけど、こんなに残ってて。まあ言っちゃうよな。それはそうと、君はまだ帰らないのか？もう定時は過ぎただろう。うちに何か用か？不思議そうに聞いてきた大島課長に、いえ、ただ先ほどご挨拶の際に残業と言われたので、と返すと、大島課長は一瞬キョトンとした後笑い転げた。あんなの真に受けちゃったのか？それは申し訳なかった。あれは冗談だよ。冗談？そう、残業する人が仕事ができる人じゃない。定時までに与えられた仕事をきっちりこなして終わらせる人が仕事ができる人だろう。うちの会社は残業の強要なんてしないよ。他の部署もブラックではないはずだから、君も安心して勤めるといいよ。そうですか。ああ、それに部下の仕事が終わらないのはそれを任せた上司の責任でもあるからね。もし定時までに終わらなくても直属の上司に相談するといい。そこまで言って大島課長は、そういえば君は所属はどこなんだい？と聞いてきた。俺は少し迷ったものの、実は先ほどは中途の新人だと社長に紹介していただきましたが、本当は労働基準監督署から派遣された職員なのです、と真実を打ち明けることにした。え？労働基準監督署？はい、今日はこちらの企業についてうちに通報があったので調査のため伺いました。通報？そうだったのか。はい、驚かせてしまって申し訳ございません。いや、まあ驚いたけど、それよりすみません。そうと知らなかったとはいえ、部下に対するように雑に話してしまって。いえ、私の方が年下なのは変わりありませんから、そのまま楽にお話しくださって結構です。そうか。でもうちはそんな老気に通報されるような職場ではないと思っていたんだが。大島課長はそう言いつつも少し考えるような素振りを見せる。あの、通報したのは誰かなんて聞いても教えてもらえないよな。はい、申し訳ありませんが、そちらは守秘義務に該当するので。そうだよな。
大島課長はそう笑うものの、その表情にはどこか寂しさがにじみ出ているような気がした。最近の若い子は勉強熱心で、労働基準法もしっかり学んでる人が多いようで、上司にあたる自分たちも気をつけなければとは思ってはいるけれど、自分でも無意識のうちに何かしてしまっていたり言ってしまっていたりするのかもしれないな。先ほどの名取という社員さんのことですか？え、ああ、見られてたか。お恥ずかしい。彼のことでしたら大島課長の意見の方が正しいと思いますよ。え、大島課長は心底驚いたというように目を見開いた。もちろん残業の強要や有給を取得させないなどがあれば話は別ですが、今回のことは当てはまらないかと。そもそも従業員は業務命令に従う必要があります。これは労働契約法という法律でも決められています。はあ、不当なものでない限り業務命令には原則として従わなければいけないというものです。従業員は雇用契約の段階でそれに了承しています。指揮命令に従って働くという内容が記載してありますからね。そうですか。ええ、もし業務命令に従わない場合は、業務命令違反や債務不履行などとして懲戒処分の対象になることもあるんです。そんなことが。はい、大島課長が先ほど名取さんに出していた業務指示はたとえ新人であろうと不可能なものではありませんでした。期日の設定もしていましたし、期間も十分に設けていたようです。それが終わっていないのであれば、残業を指示したり行動で注意したとしても課長の権限の乱用には当たりませんし、問題にもなりません。驚きを通り越したのか、大島課長は瞬きを繰り返していて笑ってしまう。名取さんの言っていることこそ従業員の権利の乱用ですよ。たとえ彼が労基に大島課長のことを通報したとしても、労基は動くことはできません。だって大島課長は何も間違っていませんから。ですから今後はしっかり新人教育を行って大丈夫ですよ。自信持ってください。大島課長は正しいです。ありがとうございます。正面から肯定されたからか、大島課長はなんだか恥ずかしそうだったけれど、間違っていないということが分かったからか、嬉しそうにうなずいていた。実は俺はつい最近課長に昇進したばかりで、まだこの役職に慣れていなくて空回りしていた自覚はあったんだ。そうだったんですか。ああ、これまでも後輩に頼ってもらうことが多くてな。その度に仕事を肩代わりして後輩を定時で返すように努力してた。先輩や上司ってそういうものだと思っていたんだ。後輩が仕事が嫌にならないようにサポートしないとって気負ってたのかも。とても優しい上司で、営業一課の社員さんたちが羨ましいです。いやいや、多分そんな感じで甘やかしすぎちゃったんだ。やりすぎても後輩は育たないってことが最近分かったんだ。名取は3ヶ月前に入社したばかりの新人なんだが、あんな風に口ばかりが達者なものまで現れるなんて。大島課長。課長として部下ができない分は俺が肩代わりすればいいと思っていた。名取も新人だし、できる限りサポートしてあげたいのは本心だ。だけど最近じゃそれもきつくてな。仕事の優先順位を考えるのも大変だし、今日もこの量だ。帰るのは何時になるのか分かったもんじゃない。どうやら大島課長は慢性的に毎日部下の代わりに残業していたようだ。自分が夜遅くまで残業し、部下たちはなるべく定時に返す。表面上はそれでうまく回っているように見えたのだろう。だけど見るからに大島課長の限界が近づいているようだった。大島課長。ん？差し出がましいようですが、営業一課の社員の皆さんと一度しっかり話し合うべきだと思います。このままではあなたが倒れてしまいますよ。そうですかね。でも
今さら話し合いなんてしても意味がないと。ないわけじゃないけど、みんな聞いてくれるかどうか。自信がないのか、課長は寂しそうに笑う。俺はもう見ていられなかった。大島課長、失礼を承知の上で申し上げます。もしあなたが倒れてしまったら、営業一課はどうなってしまうか考えたことはありますか？え？どうですか？営業一課はあなたがいなくても部下だけで仕事ができますか？俺がいなくても大丈夫だって全てを任せられますか？そこに不安はないですか？それで部署の仕事は回りますか？それは。大島課長はとても部下思いの優しい上司です。それは今少しお話ししているだけでもわかります。おそらく部下の皆さんからもとても慕われているでしょう。ですが、それとこれとは話が別です。仕事を肩代わりするのも、課長が一人だけ遅くまで残業するのも、本当の意味での部下の皆さんのためにはなりません。課長なら分かってくださるはずです。そう告げると、ハッとしたように俺を見た大島課長。どうかよく考えてください。あなたが過労で倒れてしまったと仮定したときに、どうなりますか？このままじゃ手遅れになりますよ。手遅れに。そうか。今のままじゃ、俺がもしいなくなったら仕事が回るわけがない。そう気づいたようだった。今営業一課にいるのは、優しい上司に甘えて人に任せることが当たり前になっている社員ばかり。このままじゃダメだ。俺が一人で頑張ったって意味ないんだ。仮に大島課長が現場を離れたら、普段通りに仕事が回らないのは明白だった。大島課長はその後数回うなずいて、渡辺さん、ありがとう。明日みんなに話してみようと思う。そう笑顔を見せてくれた。翌日、営業一課では大島課長がみんなを集めて話をしていた。俺と木村社長もその現場に立ち会うことにして、大島課長を見守る。業務前にみんなに話があるんだ。実は今までみんなに無理に残業させないように、定時過ぎに終わっていない仕事は俺が肩代わりしてきたと思うんだが、最近それが少し、いやかなり負担になってきたんだ。みんなのためと思ってやってきたけど、ある人にそれは本当の意味でみんなのためになっていないって言われて目が覚めたんだ。恥を忍んで頼む。毎日少しだけでいいんだ。残業したり、少し早めに出勤したり、みんなのやりやすいやり方でいいから協力してほしい。課長。あと、これは個人的になんだが、最近名取の仕事放棄に少し手を焼いていてね。みんなからアドバイスをもらいたいんだが。大島課長の話に部下のみんなは顔を見合わせる。課長、頭上げてください。名取には僕らも手を焼いてるので気持ちはわかります。むしろ今まで課長に全部丸投げしてた僕たちが悪かったんです。みんな。課長、日付が変わるまで残業とか無理なノルマ強制とかじゃなければ何でもやります。僕も営業一課は会社の花形ですし、実はもっと働きたいなと思ってたんです。課長にばかり負担がいっていることには気づいていたんですけど、大丈夫だと勘違いしてしまっていました。すみませんでした、と口々に言う。みんなありがとう。俺も課長になって自分が頑張らないとって気負いすぎてたんだ。みんなに頼ることを忘れてた。本当にすまなかった。謝らないでください。課長一人に全部任せてしまってすみませんでした。課長はすぐに社員に囲まれており、やはりその人望は厚いのだと納得した。名取の態度に関しては皆同じことを思っていたらしく、名取君のこと課長に相談しようにも、課長はいつもたくさんの仕事をこなしていたのでタイミングがつかめず、申し訳ありませんでしたと
謝る社員もいた。大島課長は部下のみんなの好意的な言葉に安心したように一息ついており、俺も木村社長もそんな姿を見てほっとした。大島課長。社長すみません、お忙しいのに社長のお時間までいただいて。いやいいんです、課長の気持ちを知れてみんな安心してると思います。だといいんですけど。社長の言葉にみんながうなずく。先代の社長も社員皆が安心して働ける職場を目指していました。私も同じ気持ちです。そしてその社員の中には当然あなたのことも入っていますよ、大島課長。社長が大島課長の肩にそっと手を置くと感極まった様子で何度もうなずいた。社長はそのまま営業一課の社員たちを見回す。君たち全員大切なうちの社員だ。何かあったら社長である私でも大島課長でも何でも言ってほしい。誰か一人に負担がいってるとか辛い思いをしてるとか、そういうことはできるだけなくしたいんだ。皆が楽しく働ける会社を目指してるからね。俺はそんな社長を見ていいこと言うなと思った反面、何もしてないのに一番おいしいところだけ持っていったなと思って小さく笑ってしまった。大島課長の話も終わり、俺は木村社長と共に社長室に戻る。名取さんは本当に今日有給を取得したんですね。ええ、そのようです。先ほど名取さんについて営業一課の社員に尋ねてきたのですが、気になることを聞きまして。え、何でも推しの地下アイドルがいるらしく、そのワンマンライブがあるからとかなんとか。ええ、そのライブの物販が始まるのが昼間の15時だから、そのために有給を使うんだと言いふらしていたそうですよ。そうでしたか。推しがいるのもライブに行くことが悪いわけじゃない。行くのであれば真っ当に与えられた仕事をこなしてから行くべきだ。そこに多少の残業が加わったとしても自分の力量の問題でもあるのだから致し方ないだろう。木村社長。はい。名取さんには口頭でいいのでしっかり注意するべきだと思います。ですがそうするとまた老気という言葉を盾に言い返されてしまいそうで。そうでしょうね。もしかしたら今回老気に通報したのも彼かもしれません。でもこのまま放っておいては会社のためにもよくありませんよ。皆が安心して働ける職場にするんでしょう。そうですよね。はい、そうです、わかりました。木村社長はビクビクしながらもうなずいてくれた。そして翌日、朝から大島課長が名取を連れて社長室へやってきた。失礼します、社長、名取を連れてまいりました。ありがとう。一体何なんですか。社長に呼び出されるようなことした覚えはないんですけど。名取は社長の前でも態度は変えずに、相変わらずスーツのポケットに手を入れてだるそうに立っている。名取くん。大島課長がたしなめるものの、ああはいはい、わかりましたよと心底面倒くさそうに返事をして、社長の前に、営業一課所属の名取です、社長お呼びでしょうかと嫌々ながら挨拶をした。木村社長はやはり怖さがあるのか、君の勤務態度が良くないと課長から聞きましたと下手に出る。ビクビクしているような様子に名取は、はあ？と一歩前に出た。僕の勤務態度が良くない？証拠はどこにあるんですか？昨日有給取ったことですか？それならちゃんと手順を踏んで大島課長に申請して許可が下りたから休んだんですよ。休みだって労働者の権利でしょ。就業時間内はちゃんと社内にいますし、外回りだってしてます。仕事はちゃんとしてるのに何がいけないって言うんですか。社長に噛みつくようにぶちまける名取にため息をついた大島課長は、名取君、君が今までこちらが指定した期限内に仕事を終わらせられなかった回数は10回を超えているんだ。
とデータを見せた。だからなんだって言うんですか。残業は不当です。だから定時で帰ってるのに何か問題でも。問題なのはそこじゃない。ここを見てみろ。個人の業務量だ。君は他の社員より仕事内容が少ないんだよ。な、それが何だって言うんですか。人よりも少ないのに仕事が終わっていない。それを不当な残業はしないと言い張り、やらずに帰る。そして期限に間に合わないと分かっているのに有給を取得して休む。指導係の者からも指示に従わずに困っているという相談を何度も受けているよ。どうだ、これでもまだ何の問題もないって言えるか。大島課長にそう言われ、名取は言葉に詰まる。そこに追い打ちをかけるように社長が、業務命令に従わない社員は懲戒処分を受けることもあるそうだよと説明した。そんなの脅しじゃないか。名取はどうやら脅しと捉えたらしく、老気に通報してやると怒鳴り散らす。慌ててスマホを取り出そうと焦っている名取に、俺は前に出て、お言葉ですが名取さんのお話では老気は動きませんよと言った。は？何？誰だお前？なんだよ。申し遅れました。私はこういうものです。俺は名取に近づき名刺を渡す。労働基準監督署？はい、あなたのおっしゃる老気の人間です。は？なんで老気の人間がこんなところに？それは今関係ありませんので割愛させていただきますね。それよりも先ほどのあなたのお話ですが。なんだよ、俺の話が何だって言うんだよ。大島課長や社長のおっしゃっていることは全て真っ当であり、業務命令に従っていないのはあなたの方のように見受けられます。なんだと？懲戒処分だと脅したんだぞ。それは脅しではなく、本当に可能だからお伝えしただけですよ。な、そもそもあなたは残業もしていない。有給も十分に取得している。給料もしっかりと支払われている。それでも業務をこなしてもらえず、注意しても改善しない。だから懲戒処分の話をしたまで。これのどこに問題が？どう見ても真っ当です。これではあなたが通報しても老気は動きませんね。にっこり笑ってみせると、名取は、うるせえ、こんな会社俺の方から辞めてやるよと叫んだかと思うと、そのまま飛び出していく。木村社長も大島課長もそんな名取の後ろ姿をただ見つめるだけ。お二人とも彼を追わなくてよろしいのですか？まあ追って連れ戻したところで彼の態度が改善するとも思えませんし、帰ってくるならそれはそれでいいですし、来ないならそれはそれでいいです。木村社長はそう言って、大島課長と二人で俺に、この度は大変お世話になりました、ありがとうございましたと頭を下げてくれたのだった。名取は結局その後戻ってくることはなかったそうだ。その後の営業一課では、大島課長が一人で負担を背負うのではなく、みんなで協力して仕事をしているそうだ。適度に残業することもあるが、定時に帰りたいときは相談することで臨機応変に対応できているらしい。大島課長も以前より帰る時間が早くなったことで家族も喜んでくれているそうだ。実は後から分かったことだが、老気に通報したのは名取ではなかった。大島課長の妻が匿名で相談していたのだ。夫の帰りが毎日遅く、法定労働時間を超えているのではないかと心配です。過労になって体を壊してしまいそうで、見ていられないので、どうか調査をお願いできないでしょうか。というような相談だったらしい。実際には相談内容とはかけ離れた実態だったのだけれど、大島課長と話をして理由が分かってよかった。相談者の不安も解決することができて本当によかったと思っている。労働基準監督署は労働者のための機関である。
皆が適切な環境で働けるように手助けをするのが役目。あまり内情は知られていない仕事だし、名取のように老期の名前だけ語られて脅しのように使われてしまうこともある。だけど俺たちは毎日労働者のために頑張っている。困ったことがあれば気負わずにいつでも通報してほしいし、気になることがあれば些細なことでも教えてほしい。その一歩が皆が快適に働きやすくなる後押しになるかもしれない。今困っている人を救う手助けができるかもしれない。俺はこれからもそんな困っている労働者の味方であり続けるこの仕事を全うしていきたい。そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。施設育ちのあんたには想像もつかないでしょうけど、セレブの世界ってすごく華やかなのよ。参加した同窓会である女性はそう言って俺をバカにした。俺は施設育ちで両親がいない。それを知っている彼女は昔から俺を揶揄しているのだ。それに比べてあんたはかわいそうだわ。施設育ちで大したつながりもないし、天涯孤独だものね。婚約中の御曹司を引き合いに出して幸せ自慢をする彼女。いい加減にしてくれないかと呆れ始めていたその時、一人の美人が現れて。俺の名前は丸山亮。何の変哲もない25歳の男だが、一点だけ周りの人とは違うことがある。俺には両親がいないのだ。物心ついた時にはすでに施設で生活していた。詳しいことは知らないし知りたくもないが、どうやら俺の両親は俺が1歳にも満たない時に事故で亡くなったらしい。悲しい出来事なのだろうが、二人の顔や声さえ記憶に残っていないので、どうしても悲しみという感情は湧かなかった。施設の先生たちは時に優しく時に厳しく指導してくれた。そのおかげか一緒に育てられていた仲間はみんな思いやりにあふれ、まっとうに成長していった。小学校に入って施設外の友達と出会うと、俺は自分の境遇が稀なものであることを自覚した。授業参観など保護者が参加する行事で俺だけ一人で会ったのだ。運動会や音楽会などは施設の先生が見に来てくれたが、先生は俺一人の親じゃない。同じ小学校にいる施設の子供みんなを見に来るのだ。1年生の運動会で俺は初めて血のつながった両親がいないことを寂しく感じたのだった。それから施設育ちには親がいないという寂しさ以外にも少し嫌なことがある。やーい、家なし。お前家がないんだろ。うわ、かわいそう。俺の事情を知った同級生の中にはこうやってやゆってくる者もいる。家はあるよ。あんなの家じゃなくて幼稚園だろ。俺にとっては生まれ育った施設は間違いなく家だ。むしろ施設しか知らなかったので、それが普通なんだとさえ思っていたのだ。それに家族だってちゃんといるから。パパもママもいないのに何が家族だよ。先生のことも仲間のことも俺は本当に家族だと思っていた。大人になった今なら家族であることに血のつながりというのはそこまで重要なのだろうかと問うことができる。しかし当時の俺は何も言えずすくんでしまったのだ。同級生の中でも渡辺優奈による揶揄は特にひどかった記憶がある。彼女は常に明るくグループの中心にいるような児童だった。見てこれすごいでしょ、グアム旅行で買ってきたんだ。彼女は夏休みなんかの長期休暇が明けるといつも何かしらを自慢していた。
家族旅行をしただとか、親戚の別荘に行っただとか、そうやって自慢話をしているだけならまだ良かったのだが。ほら、これ見てよ丸山、家族旅行で買ったんだよ。楽しかったな。ま、あんたは行ったことないだろうけどね。そんな風にバカにしてきたのだ。俺が施設育ちであることを出しにして、彼女は優越感に浸っていたのだろう。施設は十分楽しいので、旅行羨ましいとは思わなかったが、ただ悔しかった。からかうのはやめてくれと何度も言ったのだが、彼女は全く聞き入れない。俺はそのうち言われ慣れて諦めてしまった。何かの縁か、渡辺とは高校まで一緒だった。16歳、17歳になっても彼女は俺をあざきり続ける。施設育ちであることは友達には言っていなかったが、ある時彼女の口から事実が拡散されてしまった。渡辺が言ってたんだけどさ、お前って施設育ちなの？うん、実はそうなんだ。隠していたのは恥ずかしいからではない。渡辺に10年近く笑われているので、そういうからかってくるやつが増えたら面倒だと思っていたのである。へえ、あ、気を悪くしたらごめん。本当かどうか聞いてみたかっただけ。え？えってなんだよ。彼は渡辺と違って、俺が施設育ちだと知っても別に何も変わらなかった。いや、それを知ると見下してきたり距離を取ったりする人も多いからさ。なんだよそれ、意味わかんねえ。思いもしなかった彼の反応に心底驚いたことを今でも覚えている。彼は特殊な例だ。渡辺ほどではないにしろ、ほとんどの人は施設育ちという境遇の人間に偏見を持っているようであった。彼女以外にも心ないことを言う人はいた。だが俺が何かしらの形で実力を示すと評価が変わるというパターンも多々あった。俺の道はこれしかないと思い、勉強やスポーツに打ち込んだ。努力の甲斐あって良い結果はたくさん得られた。俺の周りには次第に人が集まるようになり、今でも連絡を取り合うような心の友が増えていった。それを面白く感じなかったのか、渡辺は俺に関して悪評を広め続けていたようだ。だが俺は彼女の暴挙を気にするのをやめた。いちいち相手にするから優越感を与えるのだ。それを徹底していると、いつの間にか彼女が直接自慢話をしてくることはなくなった。スルーし続けた結果、疎遠になったのである。社会人ともなれば、さすがに渡辺との妙な縁ともおさらばだ。俺が施設育ちであることを揶揄する人などいない。わざわざ家族のことを聞く人すらいなかった。おかげで居心地がよく、今では幸せな人生を送っている。ある日の仕事終わり、携帯を見ると何やら長文のメッセージが届いていた。高校の友人からである。何何？同窓会のお知らせ？幹事として連絡をくれたのは、俺の事情を知っても何一つ変わらなかった彼である。気の置けない大親友であり、参加すれば久しぶりに会えるのかとワクワクした。久しぶり、ぜひ参加させてもらうよと。嬉しさのあまり俺はその場ですぐに返信した。それから数分後には出席へのお礼や店の詳細が送られてきた。こちらこそ誘ってくれてありがとう。当日を楽しみにしてます。これでよし。あれ、ちょっと待てよ。高校の同窓会ということは、嫌味や自慢ばかりしてきていた渡辺も来るんだよな。そのことに気づくと一瞬だけ不安になった。だがすぐに楽しかった記憶の方が多いことを思い出し、友人との再会の日を心待ちにするのであった。同窓会の当日、指定された会場の居酒屋へ行くと
思ったより多くの人が集まっていた。おう、りょうじゃん。久しぶりだな。おう、久しぶり。元気してるか？まあまあ、かな。幹事の彼の近くに座り、とりあえずビールを注文して友人と食べる。りょうは最近どうだ？まあ、普通。仕事もプライベートも平凡さ。ええ、そりゃいいな。彼によると、同級生の中にはお世辞にもいい状態ではない人もいるらしい。ブラック企業に入ってしまってすぐに退職をした者や、現場仕事で大怪我をしてしばらく休んでいる者など様々だ。届いたビールを飲みながら近況報告や思い出話に花を咲かせていると、個室の奥の方で何やら盛り上がっているのが聞こえた。ゆなちゃん、その指輪すごいじゃん。ほんとほんと、それどうしたの？その大騒ぎの中心にいたのは例の渡辺ゆなである。ここからではよく見えないが、彼女はどうやら豪華絢爛な指輪を身につけているらしい。でしょ、実はね、御曹司の彼氏にプロポーズされちゃったのよ。彼女は左手の薬指を周囲の友達に見せびらかしながら、ニヤニヤした顔で指輪を自慢している。女性陣が盛り上がる中、俺の近くにいる親友たちは小声でその話に触れる。すげえな、御曹司だってよ。あの指輪いくらするんだろうな。すると俺たちが指輪を気にしていることに気づいたのであろう彼女、わざわざ人をのかしてずかずかとこちらへやってくる。あんたらも気になる？ほら、これよ。よく見なさい。別に頼んでないが、彼女は左手の甲を俺たちの方に向けた。宝石が照明を反射して眩しい。彼の仕事のことだから、詳しくは言えないけど。そう前置きし、彼氏自慢が始まる。年収が1億あって、高級車に乗っているらしい。別荘までお持ちのようだ。以前はモデルをやっていたようで、すごく優しいイケメンだとのこと。彼女にぞっこんなのだそうだ。前半の自慢はともかく、最後のはよく恥ずかしげもなく言えたなと逆に感心する。ま、あんたらとは全く違う次元の人種ね、と余計な一言を追加したせいで反感を買った。それから彼女は俺一人に対して笑いながら言い始めた。施設育ちのあんたには想像もつかないでしょうけど、セレブの世界ってすごく華やかなのよ。自分が上流階級に生まれたからこそ玉の輿に乗れた。素敵な義両親や彼に愛されて幸せだと、渡辺はわざとらしく嫌な動きとともに語った。それに比べてあんたはかわいそうだわ。施設育ちで大したつながりもないし、天涯孤独だものね。何も知らないくせにと、俺は呆れ果てた。何か勘違いしてるみたいだけど、事実を伝えてやろうかと、そう言葉を放った瞬間のこと、右腕に人のぬくもりを感じた。同時に嗅ぎ慣れた甘い香水の香りが漂ってきた。ちょっと、私の旦那に何か用？よからぬことはやめてよね。そう言って渡辺を牽制したのは、サキ、俺の婚約者である。おう、サキ、もう来れたのか。うん、急いで済ませてきちゃった。どうしても外せない仕事があり、遅くなる予定だった彼女、同窓会に参加したいという一心で、なんとか巻きで終わらせたようだ。よかったよかったと笑い合う俺たちに、周囲は驚きの声を上げた。旦那って、え、亮がサキさんの？マジかよ、お前やるじゃねえかよ。そう大声で言う親友ら、その反応を見てサキはさらに強く俺にしがみついた。なんであんたが。笑顔のサキに対して渡辺は苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。とても数十秒前まで
誇らしげにしていた人間とは思えない変わりようであった。サキは高校生の頃から美人として有名だった。校内の生徒はおろか、噂を聞いた他校の生徒までもが彼女に告白をしに来るレベルだった。だが当の本人はそういったことに興味がない様子。全員を丁寧にあしらっていた。大企業のお嬢様であったこともあり、俺にとってもまさに高嶺の花だったのだ。登下校は送迎付きだし、運転手はボディーガードのような屈強な人。どんなに先を空いているものでも声をかけるくらいが精一杯であったのだ。先と近い関係になったのは就職がきっかけだった。内定をもらって入った会社がたまたま先の父親の会社だったのだ。あの丸山くんだよね。私同じ高校だった大原先だよ。覚えてる？彼女が俺に声をかけてくれたのは確か何日目かの昼休みだった。え、大原さん？もちろん覚えてるよ。社長の名字が大原であることはもちろん知っていたが、まさか先のお父さんだとは思わなかったのだ。職場で奇跡的に再会した俺たちは何かと仕事で一緒になる機会が多かった。大きなプロジェクトを共にこなす中で俺たちは次第に距離を縮めた。いや、丸山くん、なかなか頑張ってくれているそうじゃないか。君の噂は我々のところまで聞こえてきているよ。ありがとうございます。光栄です。俺としては人並みに頑張っているだけのつもりだったのだが、先のサポートがあったためか次々と功績が積み重なり、俺はなんと役員たちに気に入られてしまった。社長さえも目をかけてくれるようになったのだ。そんなある時、仕事が終わって帰る頃にたまたま先と会った。あのね丸山くん、ちょっとだけお時間いただいてもいいかな？え、うん、大丈夫だよ。何事かと思いながらついていくと、たどり着いたのはおしゃれなバーだった。仕事の話という雰囲気ではないしなと、彼女の様子を見ていると想像だにしなかった言葉が先の口から飛び出したのである。丸山くん、そのあのね、私丸山くんのことを好きになってしまったの。知っている言葉の羅列であるはずだが、俺は彼女の言っていることが一瞬理解できなかった。つまりどういうこと？つまり私とお付き合いしてほしいなって。俺は驚きを通り越し逆に冷静になった。まさか高嶺の花だと思っていた彼女からそんなことを言われるとは。だがこの申し出を受け入れるべきなのだろうかと俺は迷っていた。ありがとう、嬉しいよ。嬉しい、それはそうなのだが、俺は間違いなく彼女と釣り合うような存在ではない。親なしの施設育ちだからだ。大企業のお嬢様と肩を並べて叱るべき人間はもっと他にいるはずである。本当に嬉しいけど、俺なんて大原さんの隣には立てないよ。そんなことないよ、丸山くんは立派だよ。お父さんだってあなたを気に入って。ありがとう。でもやっぱりダメだ。いつの間にか形成されていた施設育ちに関する劣等感により、俺は彼女の告白を素直に受け入れられなかったのだ。その日以来、俺と咲の間には気まずい空気が流れると思っていたのだが、ある日のこと。丸山くん、今晩お食事でもしない？そしてまた別の日も。丸山くん、今度のお休み二人で映画でも見ない？そしてまたある日も。丸山くん、テーマパークのペアチケットが手に入ったの。もはやしつこいレベルで彼女は粘ってきた。あまりに熱心な姿に俺は心打たれてしまい、ついに劣等感を振り切って
交際をスタート。それからあれよあれよと話は進み、先日婚約が決まって今に至る。来月には結婚式を控えており、仕事の傍らで諸々の準備を進めているところだ。サキが事の顛末を説明すると、親友たちは拍手で祝福してくれた。その一方で渡辺は何やら悔しそうに顔を歪めている。亮は天涯孤独なんかじゃないわ。私が幸せにするもの。それに家族の最小単位は夫婦よ。夫婦は血のつながらない他人同士でしょ。サキが問いかけるも、渡辺は拳をこわばらせながらうめくのみ。そこへサキはさらに続ける。だから幸せに血のつながりなんて関係ない。施設育ちだとかなんとか言っていたけど、それが何だって言うわけ。そんなの関係なく、私たちは今幸せよ。サキの畳みかけに渡辺はとうとう我慢の限界を迎えたようだ。自分の荷物を手に取り、俺とサキを鬼のような顔で睨みながら会場の居酒屋から出て行ってしまった。そんなことがあってからしばらく経った頃、俺とサキは仕事で招待されたとあるパーティーに出席していた。一社員である俺が参加する必要があるのかと疑問に思っていたが、うちの社長曰く、未来の社長かもしれないのだから参加して勉強するようにとのことだ。随分と気が早いな。当の本人は今会場のどこかで各社の人と交流をしているのだろう。あ、亮、立花さんだよ。ん？ああ、本当だ。挨拶しようか。人混みの中にうちの大口取引先である立花建設の社長を見つけた。立花社長、ご無沙汰しております。サキがそう声をかけると、大柄でこわもての男性が振り向いた。ああ、大原さんの。こちらこそご無沙汰しております。彼は見た目に反して優しく柔らかな声色で言った。サキのつながりで何度かお会いしたことがある人だが、毎回見た目と内面のギャップに驚かされる。立花社長と少し歓談していると、俺とサキの背後から声がした。父さん、一通り挨拶は済んだよ。その声はどうやら立花社長にかけられているようであった。そうか、人脈は大切だからな。これからそのつながりを生かしていくんだぞ、夏希。ご子息がいらしたのですねと言いながら、俺は夏希さんとやらの顔を見た。どこか見覚えのある人だなと考えつつ、彼の挨拶を聞く。彼も俺に思うところがあるらしく、互いに妙な雰囲気を出しながら再び顔を合わせた。はじめまして、丸山亮と申します。丸山亮さん。俺が名乗ると彼は目を見開いて復笑した。そんな夏希さんの姿を見て、俺も彼を思い出す。もしかして夏希兄ちゃん。亮、やっぱり亮か。なんだ夏希、知り合いなのか。不思議そうに俺と夏希兄ちゃんを見る立花社長。まあ、まさかこんなところにつながりがあるとは思わなかっただろうな。うん、昔施設で一緒だったんだ。夏希兄ちゃんがそう小声で答えると、立花社長はにこやかに、そうかそうかと笑った。彼は施設育ちに対して一切偏見を持っていないようだ。君は優秀な婿さんだと大原社長から聞いているよ。あの人がそこまで言うのだから相当頑張っているのだろうな。尊敬するよ。まさかそこまで褒めてもらえるとは思っておらず、突然の言葉に俺は感極まった。夏希兄ちゃんは小学校に上がる頃に施設から去った。彼も両親を知らないという俺と同じ境遇だったが、引き取ってくれる人が見つかったのである。それが当時の立花社長だったようだ。ほら亮、鬼ごっこするぞ。俺が鬼な。夏希兄ちゃん走るの早いんだから逃げられないよ。はい、よーいスタート。
1、2、3。夏希兄ちゃんはそんな風に一つ下である俺をよく遊びに誘ってくれた。半ば強引だったような気もするが、俺も俺で楽しく遊んでいた。俺と夏希兄ちゃんにはもちろん血のつながりなんてない。それでも俺たちは互いを本当の兄弟だと思っていた。彼が引き取られることになった時、俺は泣いた。一番の家族と会えなくなってしまうことを深く深く悲しんだのだ。それから20年近く経って、まさかこんな形で再会するとは夢にも思わなかった。立花社長が夏希兄ちゃんを引き取ったのは子供ができなかったかららしい。社長自身に体の問題があり、会社の後継ぎという点で懸念があった。そこで養子というシステムを使ったのだと立花社長は教えてくれた。そういった経験があるからこそ、彼は施設育ちという経歴を特殊なものだとは捉えていないのだ。血のつながりはないけど、大切に育ててもらったから感謝しかない。夏希兄ちゃんがそう言うと、その場は笑顔で満ち溢れた。少し照れくさそうにする立花社長に、彼はさらに言葉を続ける。これからは俺が両親を支える番だ。育ててくれた恩返しをするため、夏希兄ちゃんは立派な跡継ぎを目指して勉強中らしい。幼い頃に突如として別れてしまった兄が、今こうして幸せに暮らしている。そう知った俺はまるで自分のことのように嬉しかった。するとそこへ今度は女性が現れた。割と最近あまり良くない場面で聞いた記憶のある声だ。夏希くん、お待たせ。って、なんであんたらがこんなところに？現れたのは、やたらと派手なドレスに身を包んだ渡辺優奈であった。それはこっちのセリフよ。あなたこそ、なんでここに？そう言いながら、サキはすっと俺と渡辺の間に入った。同窓会の日以来、彼女は渡辺に対して警戒心を抱いているようにも見える。何でも何も、パーティーに婚約者が同席しちゃいけないわけ？そう嫌みたらしく言った彼女は、見せつけるように夏希兄ちゃんの腕に抱きついた。なるほど、御曹司の婚約者というのは夏希兄ちゃんのことだったのか。俺と渡辺の妙な縁もここまで来るとは、もはや不気味である。そう思っていると、夏希兄ちゃんが不思議そうに聞いた。なんだユナ、亮たちと知り合いなのか？まあね、こいつら二人とも高校の同級生よ。綺麗な格好に見合わない話し方で、渡辺は夏希兄ちゃんに説明した。そうだったのか、びっくりだな。実は俺も亮とはつながりがあるんだ。弟みたいなもんでさ。20年ぶりくらいか？今日たまたま再会したんだよ。え？夏希兄ちゃんの話を聞くと、渡辺は顔をしかめた。何かに怒っているというよりは、彼の言葉を理解できていない様子である。弟みたいなって？だってこいつ哀れな施設育ちでしょ。なんで夏希くんが？哀れなってひどい言い方だな、ユナ。施設育ちの俺をバカにする渡辺の言葉に、同じく施設育ちである夏希兄ちゃんはショックを受けていた。俺は養子だって話したよね。父さんに引き取ってもらう前は亮と同じ施設にいたんだ。そう悲しげに語る彼を見たのか、渡辺はほうけた顔でガタガタと震えている。そんな彼女に一番鋭い目線を向けていたのは立花社長である。もともとこわもてである彼の睨み顔は、睨まれているわけじゃない俺でも震えるほど怖い。ユナ、君は施設育ちということに対して偏見を持っているのかい？私は。俺からも何か言ってやりたかったが、この最悪な空気感で何をどう言えばいいのか分からず迷ってた。そんな中、口を開いたのはサキであった。彼女、高校生の頃から彼をからかっていましたよ。先日の同窓会でも
寮に対してひどい暴言を吐いていらっしゃいましたし。それは。言い訳をしようと試みた彼女だが、社長と夏希兄ちゃんから向けられた冷たい視線にひるんでうつむいてしまった。しばらく沈黙が続いていたが、やがて渡辺が涙ながらに口を開いた。違うの。いつも大声で自分を誇示していた彼女のものとは思えない、消えてしまいそうなほど小さな声であった。ただ羨ましかっただけなの。渡辺の両親は再婚同士で、彼女は父親の連れ子なのだという。彼女が小学校に入る頃、両親の間に男の子が生まれたそうだ。両親はその弟ばかり可愛がって、私には全然愛情を注いでくれなかった。食事や衣服、学用品などを与えられた。ついでという形ではあったが、彼女が昔自慢していたような家族旅行にも行けていた。しかし弟の扱いと比べると天と地の差であった。自分は二人の子じゃないから愛されていない、私のことなんてどうでもいいんだと卑屈になったと彼女は語る。折檻を受けてたわけじゃないけど、弟と関わることさえ禁止されてたの。だから家族とか兄弟とかがどんなものなのか私にはわからなかったわ。そんな時、彼女の前に現れたのが丸山亮、すなわち俺だった。どこからか俺が施設育ちで血のつながった家族が一人もいないことを知った渡辺。自分には家族がいるのに家に居場所がない、俺には家族がいないのに心安らぐ居場所がある。自分にないものを持っている俺を見て攻撃せずにはいられなかったのだという。だから無理して明るく取り繕って大げさに自慢してた。せめて学校では居場所を作りたかったのよ。ユナ、自慢話や真っ赤な嘘を並べ、彼女は自分がもてはやされるような輪を作ろうとした。必死に仲間を集め、自分の居場所を求め続けた。それなのに何も持っていないはずの施設育ちが友達とニコニコするようになっていた。成績もよく、周りからも徐々に信頼されるようになった俺を見ると、嫉妬はさらに大きくなり、隠しきれなくなったのだという。それでもあんたは全然気にしなかった。面倒だからという理由で渡辺をスルーしていた俺だが、彼女の目には丸山は大人になったと映ったらしい。別に気にしてなかったわけじゃないけどな。いつまでも執着して騒ぎ立てる自分の心がみすぼらしくなり、そのうち攻撃するのをやめたのだという。じゃあなんで同窓会で寮にあんなことを言ったの。怒り気味の咲がそう聞くと、渡辺はまた泣きそうになりながらボソボソと答えた。調子に乗ってたの。夏希くんからプロポーズされて指輪までもらって、それであんなことを。頬を伝った彼女の涙は綺麗な化粧を少しにじませる。そんなことは一切気に留めず、突然俺に向かって頭を下げてきた。ごめんなさい、今まで本当にごめんなさい。渡辺、謝罪には彼女の誠意が見られた。口だけでなく本当に心の底から思っているのだろうと伝わってくる。しかし10年以上の嫌がらせを一言の謝罪でそう簡単に許せるはずがない。ユナ、俺は父さんたちに引き取ってもらえて本当に幸せだけど、施設にいたのが不幸ってわけじゃない。似た境遇の仲間がたくさんいたからね。施設にはさまざまな事情のある子供がいた。だからこそお互いのことを心から理解し合っており、支え合って幸せに生活していた。両親がいないという寂しさは少なからずあったが、決して孤独や不幸ではなかったのだ。だろ、亮。そうだね。俺が伝えたかったことを代弁してくれた夏希兄ちゃんに少し微笑み、視線を渡辺に戻した。彼女は再度頭を下げる。取り返しのつかないことだと理解している様子である。ユナ、
ごめん、今は気持ちの整理がつかないから、結婚についてはちょっと考えさせてほしい。夏樹兄ちゃんの言葉に少し目を見開いた彼女だが、騒ぎ立てて拒むことはしなかった。タクシーを呼ぶから今日は帰ってよく考えてくれ。夏樹兄ちゃんだってそんなことを言うのは辛かっただろうが、彼は毅然とした態度でそう発言した。きっと施設育ちと見下されたのが自分だけでないことを鑑みてくれたのだろう。渡辺は今度も騒がず、静かにうんとだけ言ってその場から立ち去るのであった。その後、渡辺との婚約は破棄になったと夏樹兄ちゃんから連絡があった。それを申してたのは彼女の方からであるらしい。彼はまだ彼女のことを嫌いになりきれていないらしい。確かに渡辺の家庭環境を考えると同情の余地はある。俺はそう思っていたが、さっきは違った。私は同情なんかしないよ。あの人の家庭環境と嫌がらせを続けていたことは別問題だもの。本当に反省して改心したのがはっきりわかるまでは情けなんかかけないで放っておくべきじゃない？まあ確かにそうかもしれないね。ところでさ、さっきってなんか渡辺に当たりが強いよな。同窓会や先日のパーティーでもそうだったが、さきがやたらと渡辺に冷たいことが気がかりだった。何か因縁でもあるのだろうかと思い聞いてみた。すると彼女はなぜか少し拗ねたように答える。別に、ただの対抗心よ。対抗心？高校生の時あの子は寮のことが好きなんだと思ってたの。嫌味を言ってあなたの気を引こうとしているんだとばかり思ってた。そう照れながら語るサキ。つまり彼女はあの頃から俺を見てくれていたことになる。男女問わずみんなの高嶺の花だったサキが、まさかそんなことを考えていたとはな。そっか。驚きや嬉しさとともに俺はそんなサキを愛おしく思った。同窓会でさ、幸せに血のつながりなんて関係ないって言ってくれたじゃん。あれすごく嬉しかったよ。サキが家族になってくれたこと、彼女の家族までもが俺によくしてくれていること、今の俺にとってはそれがすごく幸せであった。私は家族にとって大切なのは絆だと思うよ。そうだね、俺もそう思うよ。そのことをいつまでも忘れないでいよう。そう言って俺たちは笑い合った。俺とサキの結婚式、俺に身内がいないことから小さな教会で二人きりの式を挙げた。その後の披露宴は会社の都合で盛大に行う予定だ。そこには高校の友人や夏樹兄ちゃんも参加してくれることになっている。誓いの言葉を言った俺は神様だけでなくサキと自分自身にも宣誓した。この先何があっても家族を大事にし絆を深めていきたい。俺を支えてくれた全ての人に恥じないよう素晴らしい自分でいたい。未来を誓い合った俺たちにはステンドグラス越しに神々しい光が降り注いでいた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。農家なんてお前のところじゃなくても腐るほどいるんだよ。そんな罵声が脳の深くに染み入り、唯一と言ってもいいほどのプライドをズタズタに切り裂いていく。不況が続く中、ある程度はお互い様だと思い取引を続けていたが、その言葉で契約解除と復讐を決めた。この男に遠慮はいらない。俺は別所光一、妻はめぐみという。結婚してからもう4年で、そろそろ子供も考えなければいけない時期だろうか。両親から継いだ農園を妻と2人で営んでいる。高校を卒業後、大学まで出してくれた両親は俺に農園を託した後、しばらくして相次いで亡くなった。今は農業が楽しいというのと、
忙しすぎるという理由があって、子供を作ることにまで頭が回っていないという現状だ。もう少し安定したら、農作業を手伝ってもらえるアルバイトなどを雇ってみてもいいかもしれない。昔から農業に勤しむ父の背を見て育った俺の夢は、両親の農園を継ぐことだった。作物を育てる喜びは何物にも代えがたい。そしてそれを食べてもらい、美味しいと言ってもらえる瞬間は、本当に生きててよかったと思えるくらいに嬉しいのだ。今日収穫できるやつある？いっぱいあるよ。後でお母さんに調理してもらおう。幼い日の幾度と繰り返されたこの会話、何度も繰り返しすぎてほとんど挨拶のようになっていた。農業の喜び、収穫する喜び、食べてもらう喜び、父もきっと同じ気持ちだったんだろう。体を病に蝕まれ、日に日に体力が落ちていく中でも、農作業だけは続けた。晩年は動くこともできなかったが、枕元で鉢植えに大葉というほとんど手入れのいらない作物を置いていた。病院に入院した人へのお見舞いに、鉢植えは避けた方が良いという話も聞くが、本人が持っていきたいと言い張るから、病院へ入院する時も持っていったくらいだ。そんな実直すぎる父の背中は、俺が憧れるには十分すぎるくらい立派だったと思う。俺の両親の農園を継ぎたいという夢はあっさりと叶った。小規模ながら俺の農地で育つ作物を認めてくれる人もいる。野菜は俺の育てたものしか食べないというお得意様もいるくらいだ。地元の道の駅や仙台から取引のある大手チェーンスーパーなどにも卸している。この大手チェーンスーパーの親会社は株式会社富士という名前で、この辺り一帯で有名な大企業だ。店舗数は100をはるかに超え、もうすぐ200に手が届くかというところだろう。この株式会社富士とは、有名になる前の店舗数の少ない頃から取引があった。株式会社富士の富士社長と父は仲が良く、ただの取引先というよりも経営者としてお互いに尊敬し合う仲だった。週末になると富士の社長がうちに飲みに来るので、部屋に帰れという父の言葉を無視して、自分の考える農業の在り方や、あるいは父の農業に対する一途さを語ったりもした。最後には父に首根っこつかまれて追い出されるまでがお約束だ。ここまでくれば二人はもしや友達だったのだろうかと思わないでもないが、その週末の飲みも株式会社富士が大きくなるにつれて回数が減り、俺が小学校へ上がる頃にはもうほとんどなかったように記憶している。父の後を継ぎ、俺も農家という家業に誇りを持っていたし、育てる作物へは我が子のように愛情を注いでいた。そして父の亡き今もまだ株式会社富士に農作物を卸せるという事実が嬉しかった。小さい頃バカみたいに語ったあの夢を覚えていられると少し恥ずかしいなとも思うが、あの頃の子供の夢に付き合ってくれる富士社長がいたからこそ今があるのだから、不思議なものだ。そんな折、世界中を巻き込んだ伝染病が流行り、世界経済はもちろん日本経済も大打撃を受けた。空気感染し、高い感染力と場合によっては命すら危ういとされる病気で、日本はもちろん世界もパニックへと陥った。国内では外出や外食の規制を含む緊急事態宣言などが発令される例を見ない騒動で、飲食店、服飾店、小売店や俺たち農業を営む者、この騒動で影響を全く受けなかった者はいないであろうほど全国的にダメージを受け、数々の余波を残した。取引のあった飲食店はこのダメージを耐えきれず、次々に倒産を余儀なくされていった。俺の農園も取引先をあまた失い、頼りの綱は
株式会社富士だけになっていた。伝染病が蔓延する直前、株式会社富士の専務に社長の息子である安尾が就任した。富士社長には息子と娘がいるが、娘はすでに他業界へ就職したらしく、息子が跡継ぎになるらしい。その息子、安尾は大学を卒業後すぐに就任したため、社会経験がなく、俺たちのような小規模農家を見下していることを隠そうともしない態度だった。はじめは人を見下した態度が鼻につく程度だったのだが、安尾の態度はどんどん大きくなっていくのだった。安尾はこの不景気を打破するため、事業を刷新したいと取引先を回り、卸値を下げなければ契約を解除すると言って回った。この卸値だが、5%、10% 程度ならまだ現実味があり、受け入れられるものなのだが、安尾の提示は 40% 減というものだった。そこまで卸値を下げれば、生活が大きく変わってしまう農家も少なくない。以前は見なかった黒いポルシェを乗り回している安尾に不快感を持ったが、株式会社富士という大口の取引先を失えば、そのまま生活が破綻してしまうため、どこの農家も無理を承知で卸値を下げるという条件を飲むしかなかった。安尾は俺の農園にももちろんやってきた。この卸値の交渉はわずかばかり悩んだ。安尾はともかく株式会社富士の社長の人柄はよく知っている。この卸値を下げるというのは愚策にも程がある。それに株式会社富士にはまだ余力があるはずだ。じっくり考えたが、父の代から散々世話になっている恩を踏まえ、不服な部分もあるが、卸値を下げて契約を続行することにした。いいか、この不景気の中で生き残りたいのなら俺に逆らわないことだ。嫌味な声に思わず睨み返しそうになったが我慢する。安尾の言葉に苛立ちを感じながらも、今はまだ我慢をしようと決めた。そんな状態でなんとか経営を続けていたが、時を置かずして再び安尾がやってきた。卸値をもっと下げろ。不景気なんだからわかるだろ。それにうちと契約が切れればお前たちはやっていけなくなるぞ。安尾の言う通りに卸値を下げると赤字になってしまうのだが、こちらにも策がないわけではない。いいのか、うちと契約が切れてやっていける農家なんて他にないんだぞ。あまりに強気な態度にどうしようかと考えていたら、横で話を聞き業を煮やした妻のめぐみが口を挟もうとしてきた。先代の恩なんてもういいじゃない。大切にしてた息子が専務になってから、あの会社はもうダメになったのよ。恩だけじゃ生活していけないんだから。妻の言葉に思うところもあったが、俺はなんとか妻を抑え込んだ。少し様子を見よう。俺に任せてくれたら大丈夫だから。妻には一旦その場を離れてもらい、安尾と二人で契約内容の確認をした。前回よりさらに卸値を下げろという要求は飲んだが、調子に乗った安尾はニヤニヤと嫌な目つきで笑い、次なる条件を突きつけてきた。契約を継続したいなら、それだけでなく手付金が必要だ。それはつまり？契約を継続するための手付金、つまりは賄賂をよこせということだ。先ほどの妻の言葉を何度も反芻しながらも、俺はどうすればこの苦境を乗り越えられるかをずっと考えていた。わかるだろう。下びた笑みに生理的な嫌悪感を感じたが、作り笑いを貼り付けて渋々ながらも帳簿にはつけない10万円という金額を安尾に渡した。お宅みたいな小さな農家が生き残るにはこれくらいの接待は必要だぞ。そう言って安尾は農道を走ったことでボディに少し砂ぼこりの目立つ黒のポルシェに乗り込み、
走り去っていった。上機嫌の安男と打って変わって、不機嫌な俺の様子を見て何かを察したのか、妻は不安げな顔をしていた。賄賂の件は知らないはずだが、何年もずっと一緒にいると少しの機微もわかるようになるものなのかもしれない。もう少し見極めたい。先にそういうことで何か言いたそうな妻の言葉を封じた。安男の最近の言動はさすがに目に余る。対処方法はいくつか思い浮かぶが。安男が立ち去ってから数週間ほど経った頃だっただろうか、農作業をしていた俺のもとへ柄の悪い男二人と安男が現れた。派手な柄のシャツに黒いスラックスという分かりやすい出立ちは、本業のものというよりもチンピラとした方が形容しやすいかもしれない。少なくとも肩着の人間には見えなかった。安男が柄の悪い男二人を連れてやってきた要件は、さらなる卸値の減額だった。前回 40% の減額に応じたのだ。今回もそれからさらに 30% の減額だ。もはやただ同然の金額で、とてもではないが受け入れることができない。申し訳ありませんが、今回はご期待に沿うことができません。安男のすぐ後ろにいる柄の悪い男2人に気を取られつつも丁重に断った。農家なんてお前のところじゃなくても腐るほどいるんだよ。しかし安男はそう大声を張り上げ、柄の悪い男2人と共に収穫を間近にしていた人参を力任せに引き抜いた。今日わざわざ柄の悪い男2人を連れてきたのは、こうして脅しに使うためだったのか。人参はそう簡単に抜けるものではなく、半分ほど地面から顔を出し、無理に引っ張られた葉をボロボロにさせる結果となった。その人参の周囲の葉や表面に出た根っこを、安男と柄の悪い男二人は革靴で踏みにじる。もう少しで出荷できる状態になる予定だった人参は、革靴で踏まれぽっきりと真ん中から折れてしまっていた。我が子のように愛情を育てた人参だった。あと2日もあればきちんと収穫できる予定だった。美味しく食べてもらえるはずだった。農家を営む者として許せない最低の行為だった。怒りが沸点まで達していた。そうですか、わかりました。今回の契約について考えたい部分がありますので、今しばらくお時間をいただけませんでしょうか。いえ、日にちを改めていただく必要はなく、30分ほどお待ちいただけませんでしょうか。必死に怒りを抑え込みながら、そう告げるのが精一杯だった。冷静さは何とか取り繕えたと思う。妻に柄の悪い男二人と安男を応接室に案内するよう指示をし、俺は携帯電話を使い、あるところへ連絡をした。電話をするのは久しぶりの相手だ。懐かしい声と自分を受け止めてくれる心の広さにほっとする。連絡を終えると、やはり自分の考え方は間違っていなかったと確証が得られたようで、先ほどの怒りも少し落ち着いてきた。遅れて応接室に向かうと、安男たちはふてぶてしい態度でソファーへ腰掛けていた。卸値を下げることができないなら土地を売るっていうのもいいかもな。まあこんな土地二束三文ってとこかな。ゲラゲラと不快な男の笑い声。冷静になった今ではその言葉も笑って流せる。妻に目配せすると、それだけで察したのか、妻も余裕の笑みを見せていた。そして電話をしてから20分程度で、黒塗りのクラウンが車列を組んでやってきた。安男さん、いらっしゃいましたよ。そう声をかけ、安男と柄の悪い男二人に玄関口の方へ向かうことを促した。田舎で農園をしている我が家は土地だけは広く、やってきたクラウンは次々に我が家の敷地、庭兼駐車場のような空きスペースに泊まった。
黒いクラウンからは次々と株式会社富士の幹部クラスの者たちが降りてくる。お前はもう終わりだな。安尾の後ろからそう言葉をかけるが返事はない。その光景に圧倒されているのか、状況がつかめておらず言葉が出てこないだけなのか、安尾は玄関を出てすぐに固まってしまった。一番高価なグレードのクラウンからは杖をついた株式会社富士の富士社長が降りてきた。安尾にとっての父親だ。腰は少し曲がり、杖に頼らなければ転倒してしまいうまく歩けないのだが、それでも長年第一線でやってきた威厳があふれ出ている。安尾はキョロキョロと辺りを見渡し、さっきまでの上機嫌だった桃色の方が一気に青白くなっていった。富士社長はカツカツと杖で音を立たせながら歩き、まっすぐ安尾の方にやってきたかと思うと、その正面に立った。この愚か者！怒鳴った声が辺り一帯に響き渡り、それなりに距離を取っていた俺たちでさえ鼓膜がじんじんと痛むほどに震えた。このお方は我ら株式会社富士の筆頭株主だぞ。安尾が富士社長と俺の顔を交互に見比べる。隠していたわけではないが、専務クラスである安尾なら知っているかもしれないと思ってあえて言っていなかったのだが、その表情と今までの傍若無人な態度を見るに知らなかったらしい。うちの経営が伝染病の蔓延で存続できないほどになっていたことは知っておろう。社長は怒鳴りこそしなかったが、重量のある声で安尾から目を離さず語り始めた。それを救ってくれたのが光一だ。株式会社富士は買収こそされたが、経営や方針なども今まで通りでいいと言ってくれたのだ。そんな相手にお前は一体何をやっているんだ。安尾は反論もままならなかったようで、体の横で両拳を握りしめ小さく震えていた。柄の悪い男二人組の方はというと、当たり前のことながら居心地が悪いようで早く帰りたそうな素振りを見せていた。そんなこと言われても知らなかったんだから。幹部役員に囲まれ社長に叱られているというのにもかかわらず、あまりに頼りない態度だった。年齢から察するに安尾が生まれたのは社長と父が毎週飲んでいた頃くらいだろうか。社長は当時俺やその他の子供に対して甘いところもあったから、少々甘やかされて育ってきたのかもしれない。しかし大人になってしまった今ではそんな言い訳は通用しない。安尾、光一に謝りなさい。大人になって親に謝罪を促されるのはどんな気分なのだろうか。口を開かず下唇をかみしめているのを見ると相当屈辱的なのだと分かった。結局その日は安尾からの謝罪を聞くことはできなかった。俺が卒業したのは農業科のある大学だった。どちらかというと工業的な面で強く、大量栽培などを学ぶことが多かった。俺は中でも農業と IT 技術の可能性を学んでいて、卒業後にはさまざまな IT 技術を農業に活用できないかとも不信していた。その結果、農業の知識が乏しい発展途上国などで最低限の設備を整えれば、ネットワークを通じて俺が指示を出し、遠隔で操作できるロボットなどで新たな農業の形を発展させた。このシステムのおかげで飢饉を免れた地域は数知れず、 IT 農業界で俺は第一人者となっている。親から受け継いだ農園ではあえて IT テクノロジーを取り入れることなく、土壌の研究や新たな品種の栽培などに注力している。自ら収入をひけらかすようなことはしないのでご近所さんは知らないが、今では先進国からも助力を求められ、年商は億を超えている。株式会社富士に救いの手を差し伸べたのは父と富士社長が親しかったからだ。
俺も富士社長にはよくしてもらった記憶があったし、親戚のおじさんのように慕っていた。光一がいなければ我々の会社の存続はありえなかったんだ。大げさではなく命の恩人だと思っている。それなのにお前と来たら。安尾は何も語ろうとせず固く口を閉ざしていたが、その後の富士社長直々の調査や幹部役員による聞き取り調査で安尾の悪事はすべて暴かれた。安尾は農家たちに卸値を下げさせ、その差額を着服していたことが分かった。さらにお礼賄賂を要求したことも明らかになった。賄賂に関しては俺だけではないと思っていたが、どうやらその通りで複数件の農家からも受け取っていたようだ。その脅迫、横領、収賄は犯罪になると認識すらしていなかったらしい。その犯罪行為で集めた金があの黒いポルシェになっていたらしい。いくら縁故採用でも入社数ヶ月で車が買えるのはおかしいと思っていたが、まさかという気分だった。今回の件は互いに支え合わなければならないはずの農家へとんでもない所業をしていたと富士社長は相当腹を立てていたようだ。富士社長が年を重ねてからできた息子とあり、甘やかしてしまったと謝罪があった。後日安尾は社長と共に謝罪案件を行ったが、すべての謝罪を終えると富士家からは半ば感動のように追放された。株式会社富士は娘婿に継がせるらしい。その娘婿とは仕事の都合で何度か話したことがあるが、俺と年が近く、クールな見た目とは裏腹に喋るととても面白い青年だった。それだけでなく、言葉の端々から責任感や真面目さが伝わってくるのだから、男の俺から見てもいい男だった。結局安尾から謝罪の言葉は聞けなかった。しかし聞く必要もなかっただろう。安尾自身の生来の性格なのか、甘やかされたために後天的なものなのか、いずれにせよあれは人に謝罪できるタイプの人間ではない。同じ血を引いている富士社長の娘さんやその伴侶となる娘婿は問題なんてどこにも見つからない人間だっただけに残念だ。だが我々の業界は狭く、噂話や事件はすぐに周知されてしまう。安尾はもう農業関連の職場へは就職できないだろう。あの性格だとどこの会社にも就職できないと思うのだが、その場合はどうするのだろうか、などと自分には関係のないことをたまに考えてしまう。俺は今実家の農園で働きながらリモートで世界中の農業関係者に IT テクノロジーを取り入れた革新的な農業方法を説いている。今すぐには無理でも、こうして日頃の研究を欠かさずにいれば、いつかテクノロジーの進化によって世界から飢饉がなくなるだろうと思っている。親から農園を継ぐという夢を叶えた俺の次の夢がこれだ。世界から飢饉をなくす。決して簡単なことではないだろう。今は順調にいっている研究も行き詰まる時が来るだろう。しかし希望を忘れずに夢を見続ければ必ず叶うと信じている。農業という仕事は土臭いイメージがあるせいか、安尾の言う通り安く見られがちだ。だけど農業がなくなれば世の中は立ち行かない。俺は農業を若者からかっこいいと思われるものにしていきたいと思っている。テクノロジーを取り入れることに反対する人もいるだろう。だけど若者が農業に参入してくれることによって収穫量が増え、貧困にあえぐ人たちを助けることにつながると信じている。俺が父親の背中を見て思ったように、自分に子供ができた時、子供にかっこいい農家の父親だと思ってもらいたい。そのために誠実に農業と向き合っていきたい。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。
うしよう、どうしよう。大事な商談当日、プレゼンでなくてはならない英語の資料が見つからないと、美人上司はパニックに陥っていた。無能社員としてのレッテルを貼られている俺だったが、彼女のそんな様子を見て、意を決して立ち上がる。課長、大丈夫です。僕が代わりにプレゼンしますから。え、でも、手元資料がないのよ。大丈夫ですよ。資料なら暗記してます。課長はそちらで座っててください。彼女は知らない。俺がどうして無能と呼ばれるようになったかを。そして、本当の俺がどんな人間かということを。俺は畑野智弘。新卒で入社した医療機器メーカーに勤務してから、早いもので7年の月日が経過した。周りの同期たちは皆出世し、役職を持っているけれど、俺はといえば、万年平社員として、会社のお荷物のようになっていた。その理由は自分が一番よくわかっている。何をするにしても、一生懸命取り組まないから。その一言に尽きる。営業職に従事しているものの、ノルマの達成目標も、クビにならないギリギリのラインに設定。それを月末近くにこれまたギリギリに達成するのが恒例行事だ。朝は就業開始3分前に出社。帰りは誰に何を言われようと、定時ぴったりに帰る。そんな生活を入社してから何年も続けているのだから、会社のお荷物と言われてもおかしくはないだろう。ねえ、畑野さんって絶対残業しないよね。問題起こってバタバタしない限りは絶対定時帰りだって聞いたことあるよ。営業成績もギリギリだしね。先月なんて僕の方が成績良かったですよ。そうだよね。ええ、もう30とっくに超えてるよね。あれで万年平社員とかやばくない？やばいやばい。変に関わりたくないよね。そんな陰口を言われているのは知っている。だけど、どれだけ馬鹿にされようが俺は全く気にならなかった。俺はずっとこのまま無能人間として、空気のように窓際で生きていくんだと思っていた矢先、人事異動で新しい上司がやってきた。相川美月と申します。課長職は初めてで、慣れないこともあるかと思いますが、皆さんと良いチームを作りたいと思っています。よろしくお願いいたします。パッチリとした二重の目が俺を捉えた瞬間、俺は驚くことに言葉を失ってしまった。一目惚れというやつだ。人並みに恋愛経験はあれど、一目惚れしたのは初めてだった。相川課長は誰もが一度は振り返りそうなほどの美人。見惚れるなという方がどうかしている。しかし、一目惚れを自覚してすぐに、俺はこの恋心を封印することに決めた。というのも、おい、見たか？営業二課の新しい課長、めちゃくちゃ美人だったよな。見た。聞いた話によると、今独身でフリーらしい。近いうちに歓迎会開いて、飲みに誘ってみようぜ。待て。一課の社員も狙ってるって聞いたぞ。うわ、マジか。一課の社員には勝てそうもねえな。いや、わかんない。そもそも他の部の奴らも狙ってるって聞いたぞ。そんなのもう勝ち目ねえじゃん。昼休憩中にそんな話を聞いてしまったからだ。相川課長は誰が見てもとびきりの美人だと答えるだろう。つまり、単純にライバルが多いのだ。この会社でバリバリ働き、良い業績を上げている社員たちに比べて、ノルマギリギリの生活をしているお荷物社員の俺では、勝ち目がないだろう。毎日就業開始ギリギリに来て、定時で帰る男のことなんて、使えない無能だとしか思ってもらえない。同じ土俵に立っていると思うのもおこがましいものだ。ふと耳を澄ませてみれば、営業部以外の男性社員も、皆相川課長の噂話をしており、その人気はすごいものだ。同じ課じゃなければ、会話することすらできなかったであろう相川課長を狙うなんて、
俺にはとてもできそうもなかったのだった。しかし恋心は封印したものの、やはり気になってしまうもので、俺の視線は無意識のうちに相川課長へ向かっていた。要領よく仕事をこなして部下たちに的確に指示を出している姿はとてもかっこよく、爽やかで見ているだけで惚れ惚れしてしまう。笑顔が輝いており、取引先からの評判も上々、業績もよく、パッと見ただけだと順調そのもの。しかし俺は一つ気になることがあった。それは相川課長には仕事上のライバルが多いということ。当たり前だ。若い女性が役職を持っているということは、周りの男性社員の嫉妬を煽る、女性に先を越されたくないと思う同じ課長職の男性がたくさんいるのだ。もとよりこの会社では、役職者同士で他人の足を引っ張るような悪しき慣習が割とはびこっていた。全員に共有しなければいけない内容の連絡を一人だけ共有されていなかったり、他の課長宛ての文書が届いているのに、その人には渡さずに隠してみたり、電話の引き継ぎをせずに折り返しができず先方に迷惑をかけてしまう、なんてこともあった。そんな悪しき慣習の餌食になってしまった相川課長。男のプライドなんて言えば聞こえはいいかもしれないが、実際は若い女性に先に出世されるわけにはいかないという焦りと嫉妬なのだろう。彼女も例に漏れず、連絡の伝達ミスをはじめ、足を引っ張られそうになっている場面をよく目撃していた。特に彼女を敵視していたのは、俺の同期であり、営業一課の課長である田辺純太だった。同期の俺が言うのもなんだが、彼は嫌な奴という言葉が一番よく当てはまると思う。相川課長の前任者に対して、絵に描いたような一通りの嫌がらせをしていた張本人だ。それが原因で前任の課長は精神的に少し病んでしまい、会社を辞めてしまったという経緯がある。田辺は今回新しく異動してきた相川課長のことを女性だからと特に気にしており、先を越されてたまるかと何かとちょっかいをかけているのを知っていた。そんな懸念はあったものの、相川課長は会社の上層部にとって期待の女性昇進候補だ。そのため田辺から敵視されてはいたものの、上層部からは可愛がられて仕事は順調だった。そんな中、会社で今期の目玉として販売する商品の担当を相川課長がすることになった。その商品は入院患者さんの管理用のもので、患者さんのお薬の時間になると患者さんのお手元にあるタブレットにアラートが行くもの。内容は画像付きで、このお薬のお時間ですよというアラートが流れるもので、処方された薬がたくさんある患者さんでも画像付きでどれを飲めばよいかが分かりやすいというサービスだ。飲み合わせや注意事項なんかも教えてくれる優れもので、うまくいけば病院で重宝されるに違いないものだ。今回この商品を担当するにあたって、新しくチームを組もうと思っています。私が指名するのもおこがましいんですが、力を貸してくれると嬉しいです。相川課長はそう言って、二人の社員の名前を読み上げていく。それから、畑野さん。僕ですか？はい、サポートメンバーとしてよろしくお願いします。はあ、わかりました。なぜかはわからない。どうして俺が？という気持ちの方が大きいし、周りもそう思っただろう。しかし課長は笑顔で俺を見てきて、冗談やからかいではないことが伺えた。こうして、驚くことにそのメンバーに俺も選ばれ、参加することが決まったのだった。新しくチームが稼働してからというもの、相川課長は毎日遅くまで残業しながら、プレゼン資料を作っていた。入院中の患者さんは手術の影響などもあり、薬の種類や飲む時間が頻繁に変わることがある。患者さんはその度に混乱してしまい、困ってしまうのだ。
体調が不安定で気持ちも落ち着かない中で、薬のことにまで目を向けるのは難しいもの。だからといって、毎度看護師や医者を呼ぶわけにもいかないため、患者さん自身の負担を減らすにあたって、この商品はとても有効なのだ。何としてもこのアラートサービスの素晴らしさを分かってもらいたい。相川課長はそう考えていたのだと思う。とはいえ、売り込み先は日本のみならず、海外へも予定していた。そのためプレゼン資料は日本語のものとは別に、英語でも作成しなければならなかった。毎日何時間も文字と向き合い作業していると頭も痛くなるのだろうに、相川課長は休憩もそこそこに作業に没頭していた。課長、少し休憩したらいかがですか？ここのところ働き詰めですよね。コーヒーでも飲んできてください。他の社員が課長を案じてそう声をかけたものの、課長は微笑みながら首を横に振った。いや、大丈夫です。心配してくれてありがとうございます。でも私、今回のプレゼンは何としても成功させたいんです。それはわかりますけど。気持ちはわかるが、少しは休憩してほしいとチームの皆が思っていた。しかし、課長は頑なにそれを拒否する。私の母ね、入院してるんです。薬の時間忘れそうで怖いって言ってて。でもこの商品があれば、そんな心配しなくてもよくなる。救われる人が多いと思うんです。だから、母みたいに困ってる人を助けたい。何より、私に期待してくれてる上の人たちをがっかりさせたくないから、頑張りたいんです。課長。だからこれ完成させるまでは気合い入れて頑張るつもりです。皆さんも大変なのに、付き合ってくれてありがとうございます。皆さんはしっかり休憩してくださいね。私は大丈夫なので、もう少し頑張らせてください。お願いします。そう言われてしまうと、俺たちは何も言えなくなってしまった。わかりました。でもみんな課長の力になりたいと思ってます。休みたいときは遠慮なく言ってください。頼りないかもしれませんが、みんなで頑張りますよ。チームのメンバーの声に課長は、ありがとうございます。と柔らかく微笑んだ。翌日の昼休憩中、やはり食事も取らずに仕事に没頭する相川課長の姿があった。チームのみんなはすぐ戻ると言って、ランチに出て行ってしまったため、今ここには俺と課長しかいない。俺は意を決して課長のもとへ向かい、デスクにそっとサンドイッチを置いた。え？いや、今日も何も食べていないようだったので、仕事も大切ですけど、健康があってのものですから、無理しすぎは良くないですよ。畑野さん、ありがとうございます。いえ。でも、今はまだ霧良くないから、食べれそうもなくて。あ、そうだ。ちょっと聞いてもいいですか？ここの英訳なんですけど。え？あ、はい。ですね。せっかく差し入れはしたものの、相川課長は食べるどころか、俺に資料の英訳表現について相談してくる始末。頑張りすぎにも程がある。そう思うけれど、彼女の一生懸命さには、なぜだか人を引っ張る力があるようだ。気がつけば、俺ものめり込むように資料の遂行に当たっていた。そのまま皆で協力しながら作業を進め、これならばと皆が納得できる資料が完成した。皆さん、本当にありがとうございます。今度のプレゼン、必ず成功させましょう。課長の声に三人でうなずいた。そして数日後、万全の体制で臨むプレゼンの直前、会場に入り、プロジェクターの準備をし、さあ始めようと思ったところで、それは起こった。あれ？嘘。なんで？どうして？相川課長がファイルの中を漁るようにして何かを探し始めたのだ。課長、どうしました？それが、手元用の英訳資料がなくて、会社を出るときに確かにファイルに入れたのに。
どこ行っちゃったのかしら。今日のプレゼンで使う英訳資料、その手元よ。今日のプレゼンでなくてはならないものが見当たらない。相川課長は顔面蒼白でファイルをひっくり返そうとしている。相川課長は日本語でのプレゼンであれば手元資料がなくても完璧にこなせるだろう。それくらい作り込んでいた。しかしそれが英語となると状況がまるで違う。どうしよう。気合を入れて取り組んできたからこそ突然の出来事に頭が真っ白になってしまったらしい相川課長は、動揺もあり、どうすればいいかわからず固まってしまっていた。冷や汗が流れて、今にも倒れてしまいそうなくらいフラフラだ。対して先方はすでに席についており、いつまでもプレゼンが始まらないことでイライラし始めている様子も見受けられた。どうしよう。それしか言えなくなってしまった課長。チームの皆もパニックになってしまって収拾がつかない。俺はこの状況をどうにかしないとと思い、深呼吸をしてから立ち上がった。畑野さん。課長、大丈夫です。僕が代わりにプレゼンしますから。え、でも手元資料がなくて。大丈夫ですよ。資料なら暗記してます。課長はそちらで座っててください。え？泣きそうになっている相川課長には下がっていてもらい、代わりに俺がパソコンのボタンを押す。まさかこんなことが起こるとは思っていなかったけれど、資料を丸暗記しておいて本当によかった。スクリーンに映った資料映像、それを見ながらマイクを持ち、英語で自己紹介から始めていく。そのまま英語でプレゼンを開始すると、ひとまず先方のイライラは落ち着き、そしてプレゼンが進むにつれて、うなずいたり、感心したりといった声が聞こえてきた。課長もチームの皆も、俺がスラスラと英語を話していることに驚きを隠せないようだったけれど、俺はそのままプレゼンを進める。途中、普通の営業マンではわからないような、工学的知識まで披露してしまった。余計だったかと思ったけれど、思いのほか盛り上がってくれて安心したところでプレゼンは終了。先方の方々には握手を求められるほどだった。畑野さん。ん？ああ、課長、お疲れ様でした。その帰り道、相川課長は俺を追いかけてきたかと思うと、泣きながら何度もお礼の言葉を口にした。今日は本当にありがとうございました。畑野さんがいなければダメになってました。取り返しのつかないことになってました。今までの契約も打ち切られてたかもしれない。本当に助かりました。ありがとうございました。もう泣かないでください。僕は自分のできることをやっただけです。課長が気にする必要はありませんよ。だって、私がしっかり資料を確認していれば、こんなことには。それは、まあそうかもしれませんけど、でも僕たちはチームでしょ。課長が困ってたら、みんなで助けるのは当然のことです。ほら、結果オーライってやつですよ。みんな待ってます。早く帰って報告しましょう。俺は涙を流す相川課長にティッシュを渡し、それを受け取った彼女の隣を歩く。チームの皆も俺の前にいたけれど、課長をそっとしておきたいと思ったのか、先に帰ったようだった。ねえ、畑野さん。はい？どうしてあなたはとっさにあんなことができたんですか？あんなこととは？手元資料がないのに、どうして英語でプレゼンなんて。しかも私も知らない内容が入ってたと思うんですけど。少し落ち着きを取り戻した課長に聞かれて、俺はどう答えようかと思ったものの、隠しきれないと思って全てを話すことにした。ああ、いや、実は僕、あんまり言ってないんですけど、英語圏の大学出身なんですよ。その中でも工学を専攻していたので、あの手のものには少し詳しくて。英語圏の大学？はい、
その、ケンブリッジ大学出身なんですよ。え？ケンブリッジ？なんでそんなすごい人が、あんなに流暢に喋れてプレゼンも上手で、なのにどうして役職がついてないんですか？言ってから、しまったというように口を覆った課長に思わず笑ってしまう。それはですね、今まで胸に秘めておいたものを、俺は少しずつ話し始めた。俺がこうなってしまったのは、新入社員だった頃に、田辺たち同期に散々手柄を横取りされたことがきっかけだった。田辺、よくやったな。ありがとうございます。ようやく次回契約にこぎつけられそうだと思っていた取引先、田辺が俺を出し抜いて先に契約をもぎ取ってきた。それに比べて、肌の、お前はどうしたんだ？そもそもこの案件ももともとはお前の担当だっただろ？今回は田辺がうまくやってくれたからよかったものを、次回からは気合を入れ直すように。当時の部長に叱られている俺を、田辺はニヤニヤしながら見つめていた。そこから、どんどんおかしくなったのだ。俺がやろうとしていることを調べて、根回しされたこともあった。この企業にはこの商品を、そう思ってデータ化していたら、それを盗み見て、先に契約を取ってきたこともあった。俺が悪かったのかもしれない。俺が甘かったのだということは分かっていた。だけど、仕事というものは、皆で協力することが大切なんじゃないのか？ノルマが厳しいのなら、言ってくれればいくらでも手を貸したのに。どれだけ頑張っても、美味しいところを全部横からかっさらっていく田辺たちに、俺はいつしか無力感を抱くようになっていた。頑張ったって、意味ないじゃん。どうせあいつらに全部横取りされるんだ。俺が頑張った分、評価されるのはあいつらで、俺はゴミのように無能扱いされる。それなら、頑張るだけ無駄じゃないか。俺の頑張りが彼らの出世につながるのが許せなくて、それならばと、自分の出世街道はきっぱり捨てて、無能社員を演じるようになっていた。仕事は好きだったんですよ。今でも好きなんです。でも、好きで頑張ったものを評価してもらえないのが悔しかったんです。それで諦めたというか、自ら捨てたというか。だから今でも万年平社員なんです。情けないですよね。でも僕はそれで納得してるし、早く帰れるし、苦ではないです。まあ、仕事へのやりがいもなくしてしまったのが唯一の心残りですけど。ははは。と笑ってみせるけれど、相川課長は一つも笑っていなくて、気まずい空気が流れた。余計なことを言ってしまった。何か言わないと。そう思った矢先、相川課長が。苦労なさったんですね。と落ち込んだように下を向いた。仕事って、長い人生の時間の中で大半を占めるじゃないですか。そうですね。だからこそ、私は仕事は楽しく、やりがいを持ってやりたいと思ってます。はい。だから今、波多野さんの話を聞いて、かわいそうだなって思ってしまいました。ごめんなさい。いえ、いいんですよ。実際そう思う人がほとんどですから。こんな話をすれば、同情されるのはわかりきっていた。やっぱり自分の中でどれだけ割り切れていても、周りから見ればそう思われてしまうよなぁと苦笑いをした。しかし、いえ、その境遇ではなくて、その結果それで納得してると自分に言い聞かせてる波多野さんに、かわいそうだと思ってしまったんです。彼女の声を聞いて、俺は驚いて立ち止まる。彼女もまた、立ち止まって俺の方を向いた。え？万年平社員が情けないとは思いません。だけど、言い訳してそこで立ち止まってるのは情けないと思います。淡々とした言葉に、俺は顔から火が出そうなくらいに恥ずかしくなった。あ。だから、すみません。私がそんなことを思ってしまって、すみません。
言い訳してそこで立ち止まっているのは情けない。その通りだ。俺は自分に言い訳して人のせいにして、なんて情けないんだろう。だからこそ、同時に悔しくもなりました。え？畑野さんのような人が力を発揮する機会を失ってしまった。そんな考え方になってしまった。それが悔しいです。こんなにすごい人をそうさせてしまった会社の風潮や、田辺課長たち、畑野さんの同期の方々へ憤りを感じます。彼女の目には怒りが現れていて、俺は拍子抜けしてしまったのだった。その後も課長と会話しながら会社に戻っている途中、俺はあることに気がついて、すぐにフロアにあるシュレッダーを確認しに向かった。畑野さん、どうしたんですか？思ったんですよ。今日のこと、もしかしたら誰かの嫌がらせなんじゃないかって。え？嫌な予感がしていたけれど、それはどうやら的中したようだ。シュレッダーの中をひっくり返すと、それはすぐに目についた。嘘！これ！当該の英訳資料の切れ端がいくつも見つかったのだ。これを持っていこうとしていた相川課長が、自分で大事な資料をシュレッダーするわけがないし、そんなうっかりミスをするような人じゃないことはよく知っている。念のため聞きますけど、今日シュレッダーに触りましたか？触ってません。私が朝からずっとデスクにいたの、鳩野さんも見てたでしょ？はい、見てたのでわかってます。確認のために聞いただけです。すみません。謝ると、課長は安心したようにうなずいた。でも、じゃあ一体誰がこんなこと？怖くなってしまったのか、課長が身震いしていた。確認しに行きましょう。え？防犯カメラ、何かしら映ってるはずです。でも、カメラの映像って、確か確認するのに申請が必要なはずじゃ。プレゼンがダメになるところだったんですよ。それくらい重要なことです。実はさっき、上層部にはそれとなく連絡しておきました。閲覧の許可は得てるのでご安心ください。いつの間に？俺は困惑している課長を連れて、防犯カメラの映像を管理している守衛さんのもとへ。話はすでに通っていたらしく、すぐに映像を見せてもらった。あ、畑野さん、ここ！これですね。すると、俺たちが社を出る本当に直前、課長がお手洗いに行った隙を狙った仕業だった。これ、映ってるのって。はい、田辺です。そこには俺の同期の田辺の姿がバッチリ映っていた。あいつ、なんてこと、すぐに問い詰めてきます。俺が田辺の元へ行こうと足を動かしたとき、待って。課長が俺を止めた。課長、どうして止めるんですか？確かに、今回は田辺課長がしたことだった。だけど、その隙を作ってしまった私にも責任があります。課長。お手洗いにも、ファイルを入れたカバンを持っていくべきだったんです。私が目を離したから、こんなことになった。今回は畑野さんがいたからよかったけど、今後は私自身が気をつけないといけないんです。人のせいにする前に私が反省しなければいけません。だから、もういいです。課長は他責を良しとしない人のようだった。これは課長のせいではないと俺が何度言っても、課長は田辺に責任を追及することはしないと断言した。畑野さん、いろいろとありがとうございました。それから、ひどいことも言ってしまいました。申し訳ありませんでした。いえ、正論でグーの音も出ないです。そんな凛とした姿が本当にかっこいいと思うと同時に、彼女にそんなことを言わせてしまう自分に失望した。俺にもっと力があれば、彼女にこんな顔をさせずに済んだだろうか。俺はいつまで新卒の頃のことを引きずってくすぶっているのかと恥ずかしくなる。いくらでも這い上がるタイミングはあったはずなのに、目の前のことから逃げ回って、バカみたいだ。
俺も人のせいにせず、しっかりしよう。そして、課長へのこの気持ちにも、逃げないで真剣に向き合ってみてもいいんじゃないだろうか。最初から諦めるには、まだ早いんじゃないだろうか。もしかしたら、今ならまだ間に合うんじゃないか。そう、強く思った。その後、プレゼンがうまくいったことにより、今回のサービスの売れ行きは好調。相川課長はその功績が認められ、部長に昇進することになった。そこでも足の引っ張り合いに巻き込まれ、一人で会議室で泣いているのを見てしまう。彼女はこの仕事が好きで、誇りに思っているのはよく知っている。だけど、このままだと彼女の心が壊れてしまいそうだと思った。この会社はあまりにもこういうことが多い。彼女を守りたい。一人で泣かせるようなこと、あってはならない。そのためには、俺も生まれ変わらないといけない。そう一念発起した俺は、同業の新会社を起こそうと決めた。独立？畑野さんが？ちょっと部長、声が大きいです。あ、すみません。でも、どうしてまた急に？いろいろあって、このままじゃダメだなって思ったんです。そう。応援してます。頑張ってくださいね。話してくれて嬉しいです。相川部長にそれを話すと、完全に何かを勘違いしていて笑ってしまう。違います。僕は相川部長をヘッドハンティングしようとしてるんですよ。え？こんな会社じゃ、あなたの能力は発揮できない。一緒に一から頑張ってみませんか？今度は人のせいにしたり、言い訳したり、無能ぶったりせずに、自分の能力を信じて頑張っていきたい。だけど、それは俺一人ではとても難しいだろう。だけど、彼女がいれば。私で、いいの？相川部長がいいんですよ。あなたの仕事に対する姿勢、尊敬してます。ぜひ一緒に働きたいんです。本当はこの話にうなずいてくれるかどうか、半分賭けのようなものだった。長年勤めて役職まで持っている人を成功するかもわからない独立のタイミングで引き抜こうだなんて。だけど、今を逃したら手遅れになりそうで、どうしても諦めたくなかった。わかりました。私も畑野さんと一緒にお仕事したいです。畑野さんが実はすごい人だって知ってるし、断る理由なんてないですよね。彼女が笑顔でうなずいてくれたとき、ほっとして泣きそうになったのを覚えている。その後、俺たちは密かに準備を進めて、新会社が設立したと同時に退職。様々な憶測が囁かれたものの、辞めた後なら全く気にならない。二人で独立したことを知った前会社の上層部からは目の敵にされているだろうが、そこは仕事でカバーしていこうと思う。ビジネスパートナーとして、彼女とはのびのびと働くことができている。誰にも足を引っ張られず、むしろ協力して一つの目標に向かうことが、こんなにもすがすがしく、やりがいのあることだとは思わなかった。相川部長を改め、相川さんも同じように思ってくれているようだ。相川さんはもともと仕事一筋というタイプのため、俺たちの関係が恋愛というものに発展するのは遅いけれども、ビジネスだけでなく、プライベートのパートナーとなる日も近い。となればいいなと思っている。俺の勘違いでなければ、いわゆるいい雰囲気というものにはなってるはず。だって、周りにそう言われているのだから。以前相川さんが言っていた入院している彼女の母親も、退院が近いらしく安心している。娘に春が来たなんて言っているようで、こんなこと言われても畑野さんも困りますよね。すみません。なんて恥ずかしそうに謝る相川さんの可愛さに思わず抱きしめたくなってしまったくらいだ。前会社ではあの後田辺が足の引っ張り合いに負けて平社員に降格してしまったと聞いた。それに対して同情心は全くない。今まで散々他人の足を引っ張ってきた報いだ。少しは反省してほしいもの。田辺の他にも
そんな慣習に疲れてしまい、会社を去った社員が何人もいるらしい。今までそんな体制を放置してきた部長層は、近々役員たちからの事情聴取が入ると噂されている。それで改善すればいいものの、根付いた慣習はなかなか消え去らないだろう。おそらく、またしばらく辞めてしまう社員や、俺のようにやる気を失ってしまう社員が増えるのではないだろうかと思う。やはり、仕事というものは自分の能力を存分に発揮してこそ楽しいと思えるもの。やりがいもなければ、ただ毎日同じことをこなすだけのつまらないものになってしまう。何より、生きているという感覚や、皆で協力したからこそわかる達成感や喜び、そういうものを感じられるのが醍醐味じゃないだろうか。これからは仕事においても自分の人生においても、もう二度と適当に生きるのではなく、真剣に向き合っていこう。そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。